生きがいが感じられなくなって、虚しくなって、しんどくなって、重たくなって、ネガティブになって、はあ、もう生まれてこなきゃよかったとか、私のせいです、すいません、生きててごめんなさいってなるとしたら、そのための考え方は不要です。私は採用しません。というわけで、こんにちは、辻陽子です。今日はね、Q&A やってみたいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。嬉しいです。はい。S さんからの Q&A。ちょっと読み上げます。なんかラジオの DJ さんみたいですけどね。質問なのですが、病についての考え方です。進行性の病気についてどうお考えでしょうか。アトピーやストレスに関係ある病気もいろいろな気づきや変容をもたらすために起こっている場合もあると思いますが、ALS や小児がんなど、つい助けてあげたいという思いが湧いてきてしまいますが、そのようなものも本人やその家族にとって何か必要な気づきや変化をもたらすために起こる病気なのでしょうか。そのような方の気やオーラは病気には関係なく他の方と変わらないものなのでしょうか。また知的に障害のある方へのヒーリング等についてはどう思われますか。私は現在障害のある子どもたちの学校で働いているのですが、いつもその関係性についてどうなのかなと考えながら仕事をしています。いろいろ質問すいません。以上です。さあ、あなただったらどう答えますか？私はこれ今日動画撮る前に、どう答えようかなっていろいろ考えてました。まずね、スピリチュアルが好きな方は、すべて起こる出来事には意味があるとか、すべて自分が望んでいるから現象として起こってくるんだっていうような説を聞いたことがあるかもしれないし、信じている人も多いかもしれませんね。この考え方が悪いとは言いませんが、確かにね、この考え方で生きると魂の進化というか意識の進化はしやすいんですよ。より高い意識に向かっていきやすい。けれども、この考え方だとしんどすぎる、耐えきれないという人もいると思います。これが今起こっているこのしんどいのが全部私のせいですか、私が望んだんですか、もうすいません、死んでお詫びしますみたいな、そういうふうに考えたらもう人生がやりきれなさすぎるはずです。なので、私は誰もが生まれてきた意味、目的、意義みたいなものがあるとすれば、この肉体を持ったこの人生、地球っていう冒険の場所を楽しむ、チャレンジを面白がって楽しむ、楽しんで経験する、これが私が生まれてきてこの数十年生きる意義、意味だと思っているので、楽しくなくなっちゃうじゃないですか、こういうふうに考えると。ごめんね、ごめんねって、ごめんねって言い続ける人生ですよ。なので、私はこの考え方を採用しません。採用基準は人生がより軽くなり軽やかに楽しめるかどうかです。この人生で良かった、この私で良かったって思えるかどうかです。ここが私は生きる生きがいとかにつながってくると思うので、この生きがいが感じられなくなって、虚しくなって、しんどくなって、重たくなって、ネガティブになって、はあ、もう生まれてこなきゃ良かったとか、私のせいです、すいません、生きててごめんなさいってなるとしたら、そのための考え方は不要です。というわけで質問に戻ると、確かにね、すごい広い範囲では自分で決めてきた人生でしょう。その障害を持って生まれてくるって決めた人もそうでしょうが、私心理学のプロじゃないですか。顕在意識って言ってね、あなたが気づいていて意識できる、事柄があるじゃない。それ以外に潜在意識って言ってね、自分のことなのに自分で全然見えてなくて気づいていない領域があるんですよ。この見えてない心の領域の深い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 ところに何か意図があって、今回の人生はこのように人生設計しようって決めてきたとしても、これ
もうおぎゃーと生まれてからどんだけ引っ張り出そうとしても出てきませんよ。基本出てこないです。なので、もうここ考えるの無意味なんです。というわけなので、うん、私としては、こういう風に捉えれば心が軽くなるなっていう、そういう理由を自分なりに採択すればいいと思います。チョイスするんです。自分で。じゃあね、どんな質問だったかもう分かんなくなってるよね。私も分かんなくなってきたので、もう一度ちょっと一部分読み上げますが、アトピーやストレスに関係ある病気なども、いろいろな気づきや変容をもたらすために起こっている場合もあると思いますが、ALS や小児がんなど、つい助けてあげたいと思う思いが湧いてきますが、こういうものも、ご本人や家族にとって何か必要な気づきや変化をもたらすために起こる病気なのでしょうか。私からの提案は、こう考えたらどうでしょう。すべてのこういう出来事は、愛を感じたり確認し合うために起こる。例えば、つい助けてあげたいって思うならば、うん、ね。それを同情だなとか人をかわいそうって思うのはどうよとかね、いろんな意見があるとしても、もうちょっと全部横にどいてください。助けてあげたいって愛から来てますから。あるいはあの人大変そう、心配だな。これも心配もネガティブですけど、元を正せば愛から来てます。その人の幸せを望んでいる人しかその人を心配しませんからね。うん、どうでもいい人のことは心配しません。無関心な人のことは心配しません。うん、ね。ネガティブな出来事が起こって、その時に私たちは初めて人生について真剣に考えます。なんでこういうことが起こったって。どうすればいい早く楽になりたいって。初めて真剣に考えます。これが逆にね、まあまあ、そこそこ平凡だけど、当たり障りない人生が続いている時は、あんまりこういうことを考えません。ネガティブな出来事が起こった時に初めて、なんで私にこんな出来事が起こるのっていうね、やりきれなさや悔しさや理不尽さやいろんなものを感じながら、これは病気に限らずですよね。職場でのいじめとか、いじめを目撃したとか、なんか、なんで私より有能じゃない、あの人が先に昇進するんだ、あの人に取り入ってたからかとか、まあいろんなことあるじゃないですか。やりきれんわ、みたいな。あとはね、濡れ衣を着せられて、弁解しても分かってもらえなくて誤解を受けたとかね。もういろんなこと生きてたらあるじゃない。その時に、なんでこういうことが起こったんだろう。うん、この答えが出ない時であれば、うん、私はこの出来事から、うん、どういうふうに考えたら愛を感じられるだろうか。つい助けてあげたいと思ってしまう。ああ、そっか。私はあの人の幸せを願ってる。望んでるんだ。もう心配しない方がいいって分かってんだけど、またあの人を心配してしまう。そっか。私はあの人に失敗してほしくないんだ。ひどい方向に行ってほしくないんだな。分かってるのにまた自分を責めちゃう。ああ、そうか。私は自分の人生をより良くしたいんだな。こんな風にしてね。自分の中にある愛に気づいていく。このために出来事が起こったって考えるのはどうでしょう。いろんな状況や望んでいなかった不幸な出来事、あるいは子供さんの病気、これに関しても何か一つだけ正解の答えがあるわけでもなく、そして一つだけ正解な答えを言ってる人、特にもうスピリチュアル系の人でもう言うなやっていうようなことを言ってる人いるけど、怖がらせたりとか、その前世の行いがとか、もう本当にやめてくれと思いますけど、正解を知ってる人なんかいないって思ってください。特にもう前世絡みとかっていうのはね、もう言ったもん勝ちなんで、信じなくていいです。信じたいものは信じたらいいんですけど、言われたくなかったっていうことを相手が言ったからって、いくら有名人であれ、すごい先生って言われていたとしても、信じなくていいです。それはチョイスしない。自分で理由を、決めてください。それはあなたが軽やかになって、心が穏やかになって、そして、ああ、私の中に愛がある。あの人への愛がある。自分への愛があるって感じられるものを選んでください。私としては、それがベストな答えかなって思ってます。
でね、最後のちょこっと、ちょこちょこちょこって、いろいろ質問出てたんで、それも答えると、うん。オーラは病気に関係なく他の人と変わらないものなのでしょうか？うん。オーラね。オーラはね、大きく分けて、色、サイズ、透明度、あと輝きの強さ、だ4つか、うん。この辺で見れます。あとは形ですね、形。うん、色はね、その人のね、基本色みたいなのがあります。個性があります。それから、輝きの強さもね、案外とコントロールしにくいですね。で、オーラの大きさは、呼吸法なんか上手に、特に霊気とつながってうまくエネルギー取り入れながら呼吸法できるようになると、大きさはコントロールできます。で、あと、形ね。形は、以前からよく言ってるように、気のバランスがいいっていうのは、左右のボリューム感が同じぐらいで、そして、タケノコの里とキノコの山を思い浮かべてください。チョコレートの形をね。タケノコの里型ね。うん。これが安定してていい形です。そして、キノコの山のように、こう、頭上の方に、頭の方にボリュームが大きくて、下半身にあんまりボリュームがない、スカスカ状態。うん、これはね、バランス乱れてるっていうことです。はい。でね、病気の人はどうなのかというとね、やっぱね、病気の人はね、通常その人が元気な時に比べて若干オーラのサイズ的に、大きさ的にちっちゃいです。で、オーラの輝きの強さも、強さはあんまりコントロールできないって言いましたけど、やっぱり病気の時は弱まっています。生命エネルギーなんでね、生命力が落ちている時は、当然オーラはちっちゃくなり、輝きは弱くなっています。色はあんまり関係ないですね。それからね、あとね、透明度、透明感。これはね、トラウマとかがあったり、不安や心配、恐怖なんかがある人は、くすんでいます。でもそれはね、本来の状態を取り戻したら、損した透明感が出てきます。お肌と一緒ですね。うん、で、霊気のね、上心呼吸法とか特にね、いいんですけど、あれしょっちゅうしょっちゅうやってるとね、クレンジングされてクリアになっていって、透明感が増してきますね。なのでもう、初級の時来られた人をね、中級や上級の時にもう一回お会いしたら、透明度が全然違う。うわー、すごい綺麗になってる。それに伴いね、雰囲気も。透明感が増すと、やっぱりね、どんより感がなくなってくるわけですよ。くすみが抜けてくるんで。なので、軽やかとか、爽やかとか、なんか綺麗になったねとか言われると思います。で、子供の方が透明感当然あります。あんまりトラウマとか、トラウマから来る恐怖、不安、焦り、恐れ、妬み、嫉妬、被害者意識とか、あんまり、こう、慢性的に積み上がってないですからね。じゃあ、子供の方が透明感がありますね。で、じゃあ病気の人はっていうと、うん、さっき言ったように、うん、若干、病気の人は生命エネルギーを待ってるので、ちっちゃくなって、若干くすんでる人もいるし、うん、そんな感じです。知的障害がある方へのヒーリングについてはどう思われますか？やってあげたらいいと思いますけども、知的障害を良くするためにヒーリングをするとしたら、それはちょっと違うと思いますね。その人に一番必要なことが適切に行われてくるのが霊気ヒーリングです。なので、知的レベルが高い方が良くて、低いのはダメだとするのは、これは誰が決めたことなのっていう話ですけど、宇宙が決めたことじゃないんですよ。これは人間が生きていく中で頭がいい方がいいね、偉いね、いいとこ就職できるよ、その権利が出るよ。頭悪いのダメだねって。人間が決めた判断ルールです。人間が決めたことは宇宙ルールではないので、宇宙としては別に、誰がそんなこと決めたのって、そもそもどこを見て、知能が高いとか決めてるのっていう話でね。全然関係ないんです。単なる個性ですよ。生まれつき身長が高い低いとか、そういうのとあんまり変わらない。生まれつき骨太とか骨細とかね。こういうのも、骨が太い人が素晴らしいんだよって宇宙さんは決めてませんからね。そういうことですよね。まあ病気も私は同じように捉えたらいいんじゃないかなと思ってます。病気の状態でいる。本来の状態がある。
その人っていう人は関係ないですよね。だからよく言ってるように服のように考えていいと思います。今日どんな服着てんのかな、明日は違う服、明後日は違う服、昨日とも違う服、これぐらいでいいと思います。その人の本質には関係ありません。そしてその人の本質が、魂が内側からファーって輝く、これをねイメージしながら直接ヒーリングをしたり遠隔ヒーリングをすると抜群にうまくいきます。でしたか。今日の質問の答えはこんな感じ。Sさんへのお答えでした。またです。